準備の間、簡単にチーム PR をご紹介します。私たちは高知の食品卸し、朝日食品よさこいチームです。テーマは土佐物語、ことほぎの帰郷。花言葉が変わらぬ愛、気品、誠実の帰郷を擬人化して姫としました。その姫が土佐にお命入りする姿を感じてくださいというコメントをいただいております。準備も整ったようです。それでは朝日食品の皆さんです。皆さんこんにちは。高知から参りました朝日食品です。雨になってしまいましたが、本当にありがとうございます。高知よさこい祭りでは、金賞をいただきました。どうもありがとうございます。今回の土佐物語、ことほぎの帰郷は、薩摩から高知へ嫁いでくる姫の物語、それを迎える民衆の喜びの爆発、そういうのを表現しました。最後までじっくり楽しんでください。ほなら参ります。朝日食品土佐物語ことほぎの帰郷。そいや、I'm not afraid to die.
どうもありがとうございました。朝日食品の皆さんでした。ありがとうございました。